皆様、本日はオイストフォーラム2021にご参加いただきありがとうございます。進行を務めます須田桃子です。ニュースピックスでサイエンス担当の副編集長をしております。昨日は先ほど議論を可視化するグラフィックレコーディングで、ご覧いただきましたけれども、Day1ですね、安高和人さん、梶田隆明さん、久能幸子さんとともに、日本の研究力衰退の現実とその背景、基礎科学の進展に必要な研究環境について議論しました。さらには日本が今後目指すべき新科学立国についての貴重なご提言をいただきました。日本の未来にサイエンスやエンジニアリングが必須であるということを再確認できたように思いますし、そのために今何をすべきかということも見えてきた気がします。あとはやるかやらないかというところだと思ったんですが、皆様はどのようにご覧いただけたでしょうか。本日もよろしくお願いいたします。かつてハイテク産業や材料分野で多くの革新的技術を生み出してきた日本ですが、世界各地で勃興した破壊的イノベーションによる産業構造の変革の中で、過去20年間後塵を拝してきました。そんな日本が再び世界をリードするために求められることは何か。かつてのように世界に誇る科学技術力を取り戻すには何が必要なのか。オイストフォーラムはこの解決策を模索するべく、総勢12名のキーパーソンが集結し、オイスト主催、ニュースピックス共催で3日間にわたり凝縮した内容を短時間で議論し、本日は2日目となります。お時間の関係上、Q&A にはお答えすることができないんですけれども、事前に皆様からお寄せいただいた質問を取り入れながら進めてまいります。ご感想やご意見は反映しながら進めていければと思いますので、チャットにお気軽にお寄せください。チャット機能なんですけれども、感想や気になったことなどをぜひお気軽にご投稿ください。ご利用される際は必ず投稿する際の宛先をすべてのパネリストと参加者に変更してご投稿くださいますようお願いいたします。また本日もグラフィックレコーディングを取り入れて、より分かりやすく理解いただく際の参考にしていただければ幸いです。本日 Day2 はサイエンス×ビジネス、科学技術立国の鍵になるビジネスの作り方をテーマに進めてまいります。それでは早速本日のプログラムをご紹介させていただきます。前半のキーノートでは沖縄科学技術大学院大学統合オープンシステムユニット教授、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所代表取締役社長、工学博士でもいらっしゃる北野博昭さんにお話しいただきます。後半はご覧のパネリストの皆様とパネルディスカッションを行ってまいります。それではキーノートに移らせていただきます。キーノートは北野博昭さんにリモートでご出演いただきます。それでは北野さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日はですね、昨日の安高さんとかの議論を踏まえて、どういうですね、大きなチャレンジをしていくべきか、そしてそれをビジネスにも展開するべきかというふうなことをお話ししたいと思います。で、スライドこれ映ってます？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、このモードに入りました。はい、わかりました。タイトルはね、いろいろ考えた末、ムーンショットエコシステムっていうふうにしたんですけど、昨日安高さんがグランドチャレンジが足りないとかって話をしてたっていうのもあってですね、このタイトルがいいなと思って、で、私がオイストに関わったのはですね、もうオイストがもう影も形もない時です。2000年ですから、尾身さんがですね、もうオイストみたいなのを作るっていうことを言い出して、その時にですね、世界中を回ってオイストに関わる人を探すっていうことをどうもいきなり始めて、ちょうどその時私エラトをやっててですね、東京とあとカルテックにラボがあって、カリフォルニア工科大学ですね、でカルテックの方に尾身さんがいらしてキーパーソンに会いたいというので、その時の学長がデビッド・ボルティモアだったので、デビッド・ボルティモアとのディナーをアレンジしたりとかですね、そういうことをして、カルテック、ロサンゼルス来て、パサデナですから、パサデナ行って、それからスタンフォード行ったりとか、ずっと回ったらしいんですけど、その後にしばらくしてから、ちょっと霞が関の方に来てくれということで、そのオイストの計画画に関わってくれというふうな話で、関わり始めました。で、こういう計画をやろうとすると、沖縄で世界最高の大学を作って、何もないところに作るわけですから、私はすごい面白いと思って、これはじゃあやりましょうっていうふうになって話に乗ったんですけど、いろんな先生方は、北野さん、あれは時間、あんなもんできないし、時間の無駄になるからやめなさいとかっていうふうに、ご丁寧にですね、アドバイスをいただいた先生方たくさんいらっしゃいましたけど、結局それは私はそれはずっとスルーさせていただいて、これ面白そうだからやってみようって言いました。で、今日のタイトルは、ムーンショットエコシステムということなんですけど、しばらく前にね、オイストですごい話題になって盛り上がったのが、これデイストームインスティテュート沖縄っていうのがあって、これスター・トレック・ピカードっていう新しいシリーズが始まって、その時に沖縄にこう、世界最高峰のインスティテューションがあるとね、これオイストのことじゃねえかっていうふうにいつも盛り上がったんですね。で、デイストームインスティテュート、このスター・トレックの中では、ネクストジェネレーションの時にだいぶ話が出て、物は見えてなくてですね、このピカードの、スター・トレック・ピカードの中で、実際にその場所っていうのは見えたんですけど、まさに沖縄のですね、海岸沿いにあるっていうので、スターフリートの最も重要なそのベーシックリサーチのファシリティであって、そこでAI と Android を作ってるっていうんで、これはオイストでできますねとか、きっとオイストをこう、デイストームインスティテュートみたいにしなきゃいけないなっていうふうに思いながらですね、オイストでは結構盛り上がってた話なんで、で、今日のそのムーンショットの話なんですけど、これサーゲイ・ブリンガーそのムーンショットテンキングとかって言ってて、これもう何年も前になりますけど、もう10年ぐらい前のかな、Google X がソルフォ X っていうワークショップをシリコンバレーで開きまして、シリコンバレーの外れのリゾートホテルでやったんですけど、3日間ぐらいみんなで缶詰になりまして、それ第1回のワークショップ呼ばれたんで、行った時に撮った写真なんですけど、その 10% ぐらい変えるようなことだと、いろいろなしがらみから抜けられないですけど、10倍変えるとなると全然違う話になるんで、意外と、簡単じゃないと思うんですけど、解決策が見つかるところがあるなんて話を、してた。で、これエリック・シュミットがなんですけど、この時の3日間の X っていう議論をしようっていう時に、後ろのスクリーンに出てるのが面白くて、ヒュージプロブレムだ、その人類規模の大きな問題であって、ラディカルソリューションが必要で、テクノロジーブレイクスルーが必要なものがX であって、この時はエリックは、それがGoogle の次の$ビリオンビジネスになるんだっていう話をしてやってたわけですけど、もちろん実際こういう大きな発想でテクノロジーとただテクノロジーだけじゃなくてソリューション自体が非常にラジカルなアプローチであって大きな問題を変えていくっていうのはいわゆるですねそのグローバルアジェンダと言われる類のものだしそれから大きなビジネスっていうのは出てくるわけですね。でそういうことを目指していくっていうのは一つの方法だと思います。で、もちろんそのリサーチというのはこういうムーンショット的なことだけじゃなくて、個人のそのキュリオシティに基づくエクスプロアトリーなリサーチっていうのは非常に重要で、ここから何が出てくるかわからない、非常に大きなものが出てくるときもあるんですね。もう一つはこの、いわゆる日本の重点領域的なやつで、これを重点的にもうみんなで研究しましょうっていうエリアをバクッとこう決めてやるやつ。それとムーンショットはもっと具体的に何をやるかっていうのは割と明確にやつだから非常に具体的な妄想を語るわけですね。でもちろんこれ元はアポロから来てて We choose to go to the moon ということですね。月に行って安全に人間を帰還させるっていうふうな非常に具体的な、妄想と言っていいか分かりませんけど具体的な非常にアンビシャスなことを掲げるということをしているわけですね。でエクスプロータリサーチとかフォーカストリサーチっていうのはよくあるわけですけどムーンショットっていうのはやっぱりかなりうまく計算していくか非常にリアリティある妄想を考えなきゃいけないわけですね。で、これはもう全部バランスしなきゃいけないです。で、私が話すときに、大体ロボカップというのは、私が自身でスタートしたムーンショットというか、グランドチャレンジでロボカップって、これ何回も話してるんで、お聞きになった方も多いと思うんですけど、2050年まで完全自立型のヒューマノイドロボットで FIFA ワールドカップのチャンピオンに勝つっていうことを掲げたんですね。これ1985年ぐらいかな、ていうか82年ぐらいか、92年ぐらいかに掲げて、第1回の大会、名古屋で97年に起こったんですけど、でこれ、なんでやろうかと思ったら、その AI とロボティクスのプログレスっていうのはどうなるかっていう考えたときに、30年、40年、50年スパンで考えたときに、こういうターゲットにすると、社会的な変革のいろんなスピルオーバーエフェクトがあるっていうことを考えたわけです。で実際に起こったことっていうのは、そこのロジックちょっと後でちょっとお話しますが、基本的には90年ぐらいから議論を始めて、95年にやるってアナウンスして、97年に第1回をして、それからまあどんどんすごい進んでるんですが、その間にいろんなスピンアウトができてるんですね。有名なのはキバシステムというやつで、これはアマゾンに買収されたアマゾンロボティクスになって、ウェアハウスの自動化でもう非常に大きな変革をもたらしています。あとはアルデバンロボティクスっていうのができて、これはソフトバンクに買収されて、ソフトバンクロボティクスになったりしてですね。で、それ以外にもたくさんいろんなベンチャーがこう出てきてですね、一つの大きなエコシステムを世界規模で、が作られているというのは理解で、じゃあロボカップなんでこういうターゲットにしたかというと、別にサッカーが好きだったとかいうわけでして、まあ、ロボカップを始めてからサッカーファンになりましたけど、まあ、その時からですね、30年、40年、50年先に、AI とロボティクス重要なエリアは何かっていうことをまあ考えたわけですね。で、ちょっとまあ大体その今、まあ、ちょうど今ぐらいからあと20年間ぐらいのところを想定したんですけど、オートノマスドライビングであるとか、物流の自動化であるとか、災害救助であるとか、サービスロボットであるとか、介護であるとか、そういうところでロボティクスとか AI が非常に重要になるだろうという想定をして、それをが何がイシューかっていうと、不完全情報問題であるとか、まあ、いろんな問題がありますね。でそれを実現するために、どういう技術が必要で、それが集約されていて、一言で誰でも、世界中誰でも分かるっていうことをタスクにしようと思った。それで、まあ、ロボットにサッカーさせて、世界チャンピオンに勝つっていうことを考えたわけですね。で、これやると、まあ、誰でも分かるわけですね。まあ、この人大丈夫かと思われる時も、まあ、あるわけですけど、まあ、一応分かると。で、この問題がほぼですね、すべてこのロボットでサッカーするということの中に入っているので、これをプッシュすることによって、いろんなスピンアウトの出てくるだろうということを、まあ、そういう設計をしました。で、実際97年にやったんですね、名古屋で。その時の映像があるんで、ちょっとご覧いただきたいんですが、まあ、これです。まあ、動きません。で、これは真ん中の白いやつが3速圏で、これ1センチも動かないで終わってしまって、それから今 USC かな、やってるんですけど、まあ、たまにね、認識してるのがたまにボールにぶつかったというような正しいぐらいですけど、それってもうみんなえらい盛り上がって、これで世界最初のロボットのサッカー大会って BBC、CNN、NHK みんな横にカメラの放列なんですけど、全然動かないというか、ランダムに動いてて、まあ、いつ試合始まるんですかと聞かれるんですけど、まあ、5分前からやってんだけど、みたいな答えを、まあ、まあ、結構苦しい答えをしなきゃいけない。これが2019年の時で、まあ、こんな感じでですね、まあ、いくつかリーグがあるんで、その中の同じミドルサイズリーグっていうのをお見せしてますけど、まあ、完全自立でチームワークとって、このくらい早く動きます。で、ロボカップの場合は完全自立ですから、リモコンではないんで、試合が始まったら終わるまで一切ロボットには触れません。壊れて外に出すとかですね、そういうのは人間がやってますけど、それ以外はもう完全自立でやってってるわけですね。で、こういう状況に今なって、で、実際これ、ロボットと人間が試合するときあるんですけど、決勝戦の後にですね、形これ見てると、まあ、できそうな気がするんですけど、50キロぐらいの鉄の塊がトップスピード秒速3メーター4メーターで休みなくガシガシこうフォーメーション取ってこられたらですね、もう怖いというかですね、結構サッカーとは、まあ、普通のサッカーでは別のゲームで、かなりシビアなゲームになってくる。で、だんだんやってる人間って年取ってくるんだけど、ロボットのパフォーマンス上がるんで、だんだん厳しい展開に毎年これになってきてますけど、まあ、そういうレベルまで来ました。で、先ほどもですね、ちょっとお話ししたように、最初の5年間やったときに、始めて5年ぐらいのときに、キバシステムというのがですね、コーネル大学の教授を中心としたスピンアウトができたんですね。これはロボカップのテクノロジーを使って、まあ、自立型のテクノロジーを使って、ウェアハウスのマネジメントをやるっていう会社を作って、それが作ってから5年ぐらいしてからアマゾンに買収されて、今アマゾンロボティクスになってます。で、アマゾンがロボカップでアマゾンチャレンジっていうのをやったりとかなんかしたり今してるんですけど、まあ、こういう循環が今生まれてますね。あと、レスキューのリーグっていうのもすぐ作りまして、その時に作ったいろいろなチームができてくるんですけど、9/11のテロの後にですね、今、ワールドトレードセンターでの映像ですけど、これ実際にロボカップレスキューをやってるチームがロボットを現場に持ち込んでるんですね。で、3週間レスキューオペレーションをそこでしました。で、その時の、まあ、オンボード映像を今ご覧いただいてますけど、まあ、こうやって中にこう入っていって、まあ、救助するんですけど、これはここは完全リモコンです。ワイヤーがあって、そこでコントロールして、ハンディカムでこうビデオで見て何がどうなってる。別に、電波封鎖されているのと、鉄の塊がこうガシャッとこう落ちているので、電波全然届かないんですね。だからちゃんとしたそのリモートで、ワイヤレスでやるとかですね、自立性があるとかってのは全然もう、無理で、もう中に行ってちゃんとリモコンでコントロールしてテザーで回収するっていうことを、まあ、やってるわけです。まあ、非常に役に立ちました。ただ、生存者いなかったので、そういう救助できるってのはなかったですけど、遺留品をどう見つけるかとかですね、そういうことを早くできるようになったという貢献はまあしたです。まあ、これがまあリアル。今これがタワー1と2の間のツールですね。まあ、こういうことをまあ実績上げてきたわけですね。で、じゃあ、そのロボカップどうなってるかっていうと、僕そこのサッカーから始まって、レスキューが始まって、ジュニアっていうのがこう教育リーグで、まあ、年間25万人ぐらい子どもたちがこれ関わってるんですけど、それがアットホームであるとか、インダストリーだとか、非常に多くのリーグができて、こうコンペティション形式のサイエンスの研究、テクノロジーの研究という一つのパラダイムになっています。で、これで競技会やるだけじゃなくて、その後にこうシンポジウムをやって、全部テクノロジーをシェアするっていうことをまあやる、そういう文化ができてきてますね。それでまあ企業がいろいろ入ってきたりとか、まあ、いろんなスポンサーシップがあったりとか、その間にスピンアウトのそのエコシステムができるということになって、重要なのは、まあ、一番最初の全く動かなかったロボットを見て、例えば騎馬システムみたいな、この未来を想像できて信じ続けることができるかというところが非常に重要になってきます。最初の動かない見て、これダメだって言ったら、この未来は実現しないんですね。で、そういうところがまあ非常に重要です。だけどグランドチャレンジとかムーンショットっていうのは最初はですね、妄想に比べてリアリティというのはこれどう考えても実現しないようだっていうふうなリアリティから始めなきゃいけないんですよ。で、そのリアリティをずっと先までいけるっていうふうに信じながらやっていく、またそれをサポートしていくっていうことができるかが非常にポイントです。アポロの時のプロジェクトでもロボカップも同じですけど、この類のものはビジョンとリーダーシップが必要ですね。でどうやったら成功できるかといういろんな意味でのセオリーが必要。テクノロジーのプラットフォームができることとマネジメントが優秀であるということのいくつかの要素が必要です。で、オイストを作るときには、オイスト自体もちょっとムーンショットっぽいんですけど、ああいう大学ができると誰も思ってなかったってごく一部の人間だけが信じたんで、で我々は何やったかというと、バイオテクノロジーのスタートアップクラスターとしてサンディエゴですね、ボストンとかサンフランシスコっていうのは結構スタブリされた。サンディエゴっていうのはほぼ何もないところから作ったわけ、30年間とか40年間かけて。なので失業率 10% とかっていう、そういうふうな地域がいかにバイオテクノロジーのハブになったかということをですね、まあ、だいぶ研究して、で実際こういうこと研究している先生もまあいらっしゃってですね、その富岡先生という方がかなりいい調査の論文を書かれていてですね、でそれでこういろいろ見ていくんですが、これ1903年ぐらいからスクリプス研究所ができて、1924年とかAWクリニック、それから UC サンディエゴで1960年です。で、ここからサンディエゴの飛躍が始まっているんです。で、何が起きたかというと、ハイブリティックっていうベンチャーが成功して、それの経営陣または投資家が、VC を作る、またはそこからまた会社を作るというエコシステムができて、そこがまたいくつかが成功して、それからファンドができる、またその経営陣がまた違う会社を作るっていう、まあ、こういうチェーンリアクションを起こしていったわけですね。で、このチェーンリアクションをどうやって起こすかっていうのが、まあ、非常に重要なポイントです。で、この時に税金依存型モデルでやったらダメで、結局成功しないと税金を投入して、それが分配されてっていうことで、そこから増えないんですけど、やっぱスピンアウトが成功して、投資家がここにお金を投入する。これで成功した人が、これはかなりの経済的な事態にいますから、大学に寄付する、または彼ら自身が投資家になる、また新しい会社を作るっていう、このチェーンリアクションを起こすっていうことが最も重要で、それを集中的に起こす方法の一つが、ムーンショットエコシステムを作ることじゃないかなと思ってます。もちろん、それ以外の方法も、まあもちろんあるわけです。いくつかのことのハイブリッドをやるのがいいと思います。で、オイストにですね、こういうムーンショットのを作れるかどうかっていうのが一つの、まあ、ポイントになってくるわけですけど、いろいろなことがあります。ちょっと今日は僕自身がやってることを話さないと面白くないと思うので、画策して私だったら、まあ、例えば私がピーター・グルースの立場って学長だったらどういうとこをやるのかなというふうにいろいろ考えるとですね、やっぱりね、エリア1の非常に自明なエリアがいくつかある。まず1個はですね、サステナビリティ関係は非常に重要で、コロナでロックダウンして GDP -25% とか国によっては半分ぐらいになっちゃったとあったわけですけど、ここで分かったことというのは CO2 だけ考えても10年前の水準に一瞬戻っただけで元の木阿弥になってるんですよ今。要するに今の経済モデルとエネルギー需給モデルとかで、調整したぐらいではとてもじゃないけどその CO2 エミッションのコントロールはほぼできないっていうことがもう分かっちゃったわけですね。ででそうするとその、いわゆるグリーンリカバリーっていう言い方をする人もいますけど、産業構造、社会構造を質的に変えていくということをしなければ、この地球温暖化問題というのはほぼ解決しないだろうということで、非常に大きな変革が行われるし、そこで行われるときにそこに非常に大きなビジネスオプチュニティもあるし、研究のオプチュニティもあるということになります。で、今言われていくことはそのクライメートデパーチャーということが言われ始めていて、この、論文はですね、大西洋のある一定のところずっと定点観測これされてるんですけど、だいたい今まではですね 18.5 度ぐらいから21度ぐらいの間をこれフラフラして、どこか1980年から上の方向ですね、温度が上がる方向になってきて、だいたい今の予測は、2020年ぐらいから21度を超えて、そこからだいたい22度から 22.5 度ぐらいまでの間にこう平均温度が上がって、これはもう戻ってこないだろうと。つまり気候が不可逆的に遷移をして、そこから元に戻ることはもうないだろうというふうに言われています。ですので、そのクライメートチェンジに対してどうやってそれをコントロールするかが一つと、もう一つはクライメートチェンジが起きるとして、それに対してどう対応する必要があるかという、この2つのことを考える必要がありまして。で、我々が今、オイストでやったことの一つはですね、オープンエナジーシステムというオイストとソニー CSL が中心となって、マイクログリッドの実証実験をずっとやってたんですね。で、もうこれ5年間フルオペレーションしました。で、ヒルサイドにあるファカルティハウス19件に対して、実際に本当に人が住んでいるところに対して、DC のマイクログリッドシステムを作りました。で、ソーラーフォトボルテックですね、太陽光パネルがあって、各家にですね、リチウムイオンのバッテリーがあって、その家の間を自衛線で結んでいてですね、でバッテリー間で電気の融通をするという、そういうシステムを5年間ほぼノンストップで運営することができました。でこういう感じでですね、ABC ラインって3つのバスラインによってつながってるやつなんですね。で、これ沖縄県の補助金とかも得ながらやって、これでほぼ実証が終わったんで、これから実用化に行くっていうフェーズに今入りました。で、それと同時に、このソニーの方ではですね、このシステムの機材、ソースコードに関して全部オープンソース化することにしてオープンソースにしました。それなぜかというと、さっきのクライメートチェンジで今回のコロナでの状況を見て、ソニーだけでやっていたのではとてもではないが間に合わないと。で、オープンソース化することによってこれを加速しなきゃいけないと。で、オイス側にもいろんなそのノウハウがあるし、ソフトウェアもあるんで、それもどんどんオープンソースにしてやっていくわけですけど、そういうこの全体のマイクログリッドシステムをオープンソース化するということになりまして、Linux Foundation と一緒にですね、ハイファーっていう、新しいですね、オープンソースのエナジーグリッドのプロジェクトを立ち上げました。で、実際こういうことをやるとですね、これちょっと細かいんで説明ちょっと簡単にしますが、電力の自給率、再エネ自給率が 97% ぐらいの時に、電力融通があると設備容量が半減することができるという、そういうことができるわけですね。さらに、実際にはこういうマイクログリッドと既存ラインのハイブリッドする。要するに 100% するのは結構コストかかるんで、95% ぐらいはやると。そうすると既存ラインから残り 5% すればよくて、既存ラインのところも再エネが向上できるようになりますし、全体の供給量が減るので、それに対して再エネっていうのはすごく既存ラインもしやすくなるという、こういう構造に多分なるだろうなというふうに思っています。あと、三沢さんと一緒にもう完全にオフグリッドで1年中ですね、快適な生活ができるっていうのも一緒で一時作りまして、これ一旦今取り壊されてますけど、これ多分また再開するということも可能だと思います。でもこういう構造になってますね。で、実際このサステナビリティのエリアでいくと、やっぱりゼロエミッションというのは非常一部であって、資源要求を10分の1、100分の1に下げるというところ、生物学的な多様性を増大させるという、そういうふうなことも必要になってきます。で、我々が特に日本の場合は、南海トラフの地震であるとか、そういうふうな、あと沖縄は沖縄トラフの地震の問題がある。あと地球温暖化による巨大台風とか、非常にデザスターが起こることはもう間違いないので、そのサステナビリティとデザスターに対するレジリエンスをミートさせるということは非常に大きなリクワイアメントで、ここは大きなオプチュニティがあると思います。でと、先ほどの生物学多様性に関しては、これソニーの方でのプロジェクトなんですが、農業で生物学多様性を向上しながら、サステイナブルな収穫が得られるというシネコカルチャーっていうのを船橋さんとはやっていて、探毛作じゃなくて、1個じゃなくて、複数もすごく多いんですね。100とか200種類植えたりすることはあるんですけど、これ何かというと、1つのやつでインダストリアルファーミングやってるのは、まあよく分かりやすいんですけど、実際の世界の食料供給の 70% っていうのはこういうバックヤードファーミングなんですね。で、ここにサイエンスの目を入れるっていうふうなことでやってます。それで何やってるかというと、そのテロワールを見たときにどういう作物を入れるべきかと、それに対してどの虫が来ると、その、プレデター捕食者は何かということを膨大なネットワークがあって、それでエコシステムをデザインすることができて、それをコントロールするということをまあ考えています。実際ブルキナファソで5年間これ実験をやっていて、この農業がやり方をすると再生多様性が増大するということと、ブルキナファソで1日1人当たりだいたい1000ユーロぐらい、月1000ユーロぐらいの収入が得られることが分かって、これ3人の家族だったらいきなりですね ASEAN のアベレージぐらいまでいっちゃうんですね。まあ、非常に効率的だということが分かり、効果的だということが分かりました。でこれもソニーなんですけど、レーザーピックアップの技術を使って、まあ、今 ISS に乗っかってるんですけど、低軌道衛星間の中でレーザーで高速の光通信をするっていう技術を作っています。これ何年後かに実用化できますが、そうするとグローバルな規模で宇宙でのハイパフォーマンスな光通信ネットワークが作れる。でそれとさっきのエネルギーと農業をやると、世界中に農業を、ああいう自然な農業ができて、しかもエネルギー供給がロバストにできて、それ通信網が引けるという、そういうエコシステムが作れるということが、まあ、あります。でそのいろんなこのことをこう考えてみると、そのスマートシティってのは大体うまくいかなくって、レジリエントなシティを作んなきゃいけないとかっていうんで、青い人もノースキャンパスやるんで、その時にはこういうことをやる必要があるだろうなというふうに思います。あと都市の再構築、これは高さんとか言われてますけど、ちょっとここはちょっとパスしてですね、で次にもう一個やるべきこと、これは私が研究としてうちのユニットでやることなんですけど、 AI システムによって大きなサイエンティフィックディスカバリーをすると、で、まあ、目標っていうのは分かりやすい方がいいんで、まあ、ノーベル賞を取る、特に医学生理学賞ですね、それを取るような AI システムを作ろうと思ってますね。まあ、いくつか論文が書いたんで、ちょっと見ていただければと思いますが、実際プロジェクトも立ち上がってて、アラン・チューリング・インスティテュートで去年のちょうど1年前にワークショップを行って、アラン・チューリング・インスティテュートでそういうプロジェクトが始まっていますし、他でも今プロジェクトを今立ち上げるところです。で実際にはですね、ノーベル賞を本当に取れるかどうかっていうのは、まあ、結構どちらでもいいことではあるんだけど、多分まあ、チューリングテストみたいな話になって、実際こういうのはファイゲンバームテストっていうふうに言われるんですけど、本当にそのノーベル賞委員会が分からないで賞をあげたら、実は AI だったってこともあり得ると。で実際それがあるかどうかっていうと、ビットコインブロックチェーンのサトシ・ナカモトって誰も会ったことないんですね。それでもみんな使ってるという意味では本当に検証可能で非常にブレイクスルーだったらば、ノーベル賞があってももっとあってもどうでもいいんですけど、本当にそれはワンゲームチェンジャーになると思うんです。でサイエンティフィックディスカバリーを AI の分野っていうのはそんな新しいことじゃなくて、ファーゲンバームとかヨシア・レダバーグ、ブルース・ベカーがやったデンドラル、メタデンドラルっていうところから始まってきて、最近ではですね、ロスキングが簡単なイーストのジェネティックスの仮説を生成して、それを実験計画を自動的に立て、実際に実験して検証するというクローズルーシステムを作っています。で、これは実験のバラエティがあんまり多くないということと、イーストのジェネティックスだけなので、すごく大きな成果がまだ出てるわけじゃないんですけど、ちゃんと検証することができていて、この実験のバラエティを増やしていって、もっといろいろな仮説を作るっていう方向に進化させるということが重要だと思いますね。で、ケミストリーの分野ではこのリバプールのシステムのように、もう人がいないところでどんどん実験して、いろんなそのケミカルリアクションのパラメータチューニングを自動的にやってくれるっていうこともやってる。でオイストで、私の方のラボで、僕はテンタティブレイアウトですけど、そういう実験のラボを作ろうとしてロボティクスで全部実験できると。で実際にはデータフローマネジメントからフィジカルなフロアマネジメントからマテリアルからプロセスマネジメントまでちゃんとやっていかなきゃいけないですね。でそれは実験の方なんですけど、仮説生成しなきゃいけないし、知識の蓄積しなきゃいけないです。でこれはイーストのシグナリングのマップを論文から抽出してきてるんですけど、これ自動的に抽出するように今なっていて、論文からこう自然言語解析をして、非常に 95% ぐらいのアキュラシーでカバーして、であと予測もできるようにだんだんこうなってきてます。で、去年出した、うちのチームで出した論文は、ある疾病とその対するケミカル、化学物質との相関関係というのを非常にリライアブルに推定して、例えば、これは検証ですけど、アルツハイマーとインドメタシンの関係っていうのが1980何年かに分かってますけど、その前の年までの論文で予測できるかというと、10年前でも結構予測できると。まあ、必ずしも今うまくいくわけじゃなくて、5年前でも全然予測できないやつもあったりしますけど、そういうことができるようになります。で、私が最初にやったその研究ってのは老化の研究なんですけど、今は州にいる今井さんってやったんですけど、老化のメカニズム、細胞老化のメカニズム考えるときに、分子機構が何であって、そこにモレキュールが何であって、どうインタラクションするかであるとか、そういうことを考える。それをコンピューターシミュレーションして、で実際にいくつかの数理的なモデルでデータに合うっていうことが分かって、それをどういう分子機構かっていうふうな想定をして、酵母のSAR2 だというふうに推定して、実際に今井さんがMIT に移ってから、SAR2 っていうのが、これはロンジェビティに関係する遺伝子だっていうのが分かって、これがサーチンファミリーにつながってるわけなんですけど、このプロセスで、さらにその今井さん、それ実際にマウスで実験をして、実際にSAR2 のオーバーエクスプレッションマウスが、寿命を 20% ぐらいの伸ばすことができるっていうのが分かったんですが、この全体のプロセスのところで、エグゾーストにちゃんと検証したのはコンピューターモデルだけなんですね。それ以外は、我々がいろいろ考えながら、多分これだろうとかですね、多分こっちだろうとかってやって、結構、注視によるんですよ。かなりロジカルに考えるんだけど、どうしてもその直感というかですね、エグゾーストに全部網羅して考えてないんですね。で、そういう意味では、サイエンティフィックディスカバリーっていうのは、プリインダストリーリボリューションレベルだと。で、それを実際に自動化していくことを必要で、まずラボがコネクテッドにならなきゃいけないと、AI アシスタントが必要なのと、それからもっと自律性の高いようなAI のシステムが必要になって、実際にはペーパーとかデータベースから仮説が生成されて実験して、それを検証してということをやらなきゃいけない。で、ペーパーとデータベースの中にはデタラメなものから間違ったものが含まれてますから、結構トワイライトゾーン的なところから、仮説を生成して、ちゃんとハンドルできるようにするという、こういう壮大なシステムを何年かけて作るのは、もう多分何十年かけて作る。あんま何十年もかけたくないですね。10年、20年かけることになると思うんですけど、基本的に大規模な仮説生成と検証するっていうことになるので、網羅的なデータ解析の時代から網羅的な仮説検証の時代に変わっていくというふうに思います。で、実際、その大きなサイエンティフィックディスカバリーを調べてみると、山中先生の IPMS もそうですし、平川先生のコンダクテンポリマーもそうなんですが、やっぱサーチ&オプティマイゼーションを何回か繰り広げてるっていうことが割と多いんです。全てはそうではないんですけど、全ての発見をする必要はなくって、AI がやるところでの多分効果的なのは、サーチ&オプティマイゼーションを徹底的にやるということが重要で、そういうふうな新しいタイプのインテリジェンスができるだろうです。で、これはアルファ5のメカニズムをちょっと簡単にやってる図なんですけど、アルファ5では過去の寄付から、次に何が打たれるかを予測して、そのプログラム同士で対戦させて、しかもある程度ランダム、マルコフ、モンテカルロトゥリーサーチを使って、その周辺を全部探索して、それを評価してるわけですよね。で、このメカニズムがあります。で、そのアルファ5で何やったかというと、過去の寄付というのは、この一番赤いところの、この全部の5の動きの空間を変えると、そのごく一部で、それを学習した結果、マルコフトリーモンテカルロトゥリーサーチでその周辺をずっと探索して、それを全部評価して、その中で一番勝ち手を学習してますから、そのオレンジのエリアまでは広げる。で、ここだけでも人間に勝てるわけですよね。人間はこのオレンジのエリアまではカバーできてないですから、それさらに、アルファ5ゼロでやったことというのは、その最初の寄付は読まなくって、ランダムに全開をランダムサンプリングしたわけですよ。そこからどんどん評価していくことによって、人間では思いつかなかったようなテストがたくさん出てきたっていうのは、アルファ5-0で、アルファ5-0で確か最初の数日間で人間のトッププレイヤーを超えて、アルファ5を2週間後には超えてるんですね。だからこういうことってのは非常にあり得て、で、今のサイエンスは人間が多分見つけやすいようなサイエンスの知識が見つけられていて、でもそこからスタートするのは多分、正常なやり方なんで多分スタートしていくことで、それだけでも非常にインパクトあるわけですけど、もしかしたらその将来はもっと広いところでやった場合には人間が見つけにくいタイプのディスカバリーもできるんじゃないかなと。で、これはもしできてくるとですね、非常に大きなインパクトを持って、この周辺でいろんな機器であるとかソフトであるとか、一大インダストリーになるのは間違いないし、その非常に重要ですね。サイエンスが自動化するわけですから、こういうシステムを持ってない研究所っていうのはもう競争力がなくなるわけですね。で、極めて重要な研究、これはオイストで今やろうというふうに立ち上げています。で、その中の1個のエリアで、例えばエイジングみたいなところっていうのは多分重要な分野になって、一つの究極ですよね。で、今、面白いアイディアというかですね、これ、前から思ってた、私はずっとエイジングの研究もしてましたからですが、老化は必然ではなくって、これは病気だからこれは治せるっていうふうな議論が結構出てきていて、これも結構ムーンショットで、最近デーブッド・シンクレアがライフスパンっていう本を出して、非常に売れてるんですけど、いろんな要素を全部エリミネートしていくことによって、老化っていうのはコントローラブルだっていうふうに言ってます。でそう考えると、120歳ぐらいまあアチーバーです。150、200、500歳まで生きるにはどうしたらいいかということを考えますね。で人間は120までは生きて、その過去50年間とかそのくらい見たときに、平均寿命は上がってってるんですけど、これ子供の死亡が減るとかいろんなことがあるので、ところが最高寿命って大体120ぐらいから増えてないし、ここのところ10年ぐらいは、110平均最高寿命が116から114、3ぐらいまで落ちてるんですね。でそういうふうなリアリティがあって、じゃあこれを120を超えるにはどうしたらいいかっていうのは普通のやり方で多分できないんですね。でもう一つは面白いのは、じゃあ生物で必ず死ぬかってそうできたら、まあ、死にはするんですけど、この右側の下にあるのは裸デバネズミっていうネイキッドモールラッドっていうのがあって、これは年を取っても死ぬ確率が一定なんです。で、普通の生物というのは年を取れば死ぬ確率が上がってくるんですね。人間も全部そうです。でところが、ネイキッドモールラットに関しては、加齢に伴って死亡確率が上がらないんですね。でなぜこうかっていうのは分かる。だからその死ぬというのは確かに、これランダムにモールラットもさすがに死ぬので、ですけど、老化してるというふうには必ずしも言えないって、ここは非常に面白いところで、これはファイナルフロンティアかもしれません。で、これ本当にやろうとしたら、やっぱすごいオブセッションが必要になってくるので、例えばテッド・ターナーが CNN を作るまでっていうのは、ニュースっていうのは、もう1日に 何回か、3回か4回、録画を見るって、そんな感じだったんですけど、今24時間、どっからでももうニュースがライブと飛び込んできますよね。で、これ、ソーラーインパルスですけど、太陽光だけで世界一周できるかってんで、もうみんな無理だろうと思ったら、実際こう何周も今もうしてますよね。そういうふうなオブセッションで新しいことをブレイクスルーしていってるわけです。であとやっぱりそれがどうやって社会にどういう影響を与えるか、または誰がそれによって、誰の笑顔が見られるかっていうイマジネーションもすごい必要だと思います。そういう意味では、これラオスのお坊さんだとかフィリピンの漁村だとかですね、いろんなところに行くわけですよ。そういうイマジネーションですよね。社会に対してどういうふうにインパクトを与えるかっていうイマジネーションもものすごい重要になってくると思いますね。で最後のスライドになりますけど、でもやっぱりこういうことをやるのは簡単ではないんですね。おいしそう作るのも簡単ではなかったけど、もっと難しいことをやろうとしているので、最後はこのスティーブ・ジョブズの言葉で、People who are crazy enough to think they can change the world are the one who do ということで、こういうことに対して、オブセッションを持って、クレイジーと言われながらもやり続けるということで世の中変えていくということじゃないか。でその中にムーンショットのエコシステムができて、それはビジネスになったりであるとか、新しい発見、サイエンスとしての発見が起きるという、そういうことが、起きることになるだろうというふうに思ってます。でもオイストはもう最初から十分クレイジーなアイデアなんで、この本当にクレイジーなことをどんどんやれるプロジェクト、そういうふうなエコシステムをオイストで作りたいなというふうに考えています。ありがとうございます。北野さん、貴重なお話をどうもありがとうございました。ムーンショットのエコシステムをどう作るかという非常にスケールの大きなお話で、はい。もう終始驚きながら伺っていたような感じだったんですけれども、サイエンスからいろいろなシーズが生まれていく中で、それを大きなインダストリーに育てていく。でそこで新たに生まれた富、あるいは知見、積み重なってきた知見が、次の研究、あるいは社会全体に還元されていくという、それが雪だるま式にどんどん膨らんでいくというのがおっしゃっていたエコシステムの意味なのかなと私なりに捉えてるんですけれども、今日はですね、今日のこれからのパネルディスカッションでは、その一番最初のところですね、サイエンスをビジネスに持っていくにはどうしたらいいかっていうところで議論を深められたらと思います。本当にスケールの大きなお話ありがとうございました。それでは、これよりパネルディスカッションに移らせていただきます。本日のパネリストの皆様をご紹介させていただきます。大阪大学大学院生命機能研究科医学系研究科教授そして、オートファジー GO の創設者でもいらっしゃる吉森保さんです。続きまして、リアルテックファンド代表株式会社ユーグレナ取締役副社長 COO 永田昭彦さん、本日はリモートでご出演いただいております。よろしくお願いします。続きまして、パナソニック株式会社環境エネルギー事業担当参与馬場渉さんです。馬場さんも本日はアメリカのカリフォルニアからリモートでご出演いただいております。モデレーター私、須田が務めさせていただきます。それでは皆様、よろしくお願いいたします。最初にですね、お一人ずつぜひ自己紹介をしていただきたいなと思うんですけれども、まず吉森さんからお願いできますでしょうか。はい、大阪大学の吉森です。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとスライドを使って自己紹介させていただこうかなと思いますけども、スライド映りますでしょうか。もう映ってるんですかね。あ、映りましたね。はい、私もうバリバリの基礎研究者で細胞生物学が専攻です。で、ここ25年ほどはオートファジーという細胞内の機能についての研究をしております。まあ、簡単に言うとオートファジーっていうのは細胞の中で、まあ、パックマンみたいなものが出てきてですね、細胞の成分であるタンパク質であるとか細胞小器官であるとかを食べて分解すると。で、まあ、それをリサイクルするようなシステムで、まあ、全ての細胞に備わった機能ですね。で、このオートファジーの研究なんですけども、これお見せしてるのはまあ論文数ですね。オートファジー分野の論文数で、オートファジー見つかったのは1950年代なんですけども、ずっとまあ、いろんな理由があって研究が低迷していて、2005年ぐらいから急速に論文数が増えて分野が活性化しているということなんですけども、なぜ急にこのように活発化したかっていうのは理由が非常に明白で、日本の大隅義則先生が現在東工大の教授ですけども、公募でオートファジーに必須の遺伝子群を同定したことがきっかけです。これが1993年です。で、私は1996年に大隅先生が東大から基礎生物学研究所に移られて教授になられた時に助教授として呼んでいただきまして、大隅先生は酵母がご専門ですけれども、私は哺乳類が専門なので哺乳類オートファジーの研究を開始しました。まあ、大隅先生の酵母の成果を哺乳類に展開したわけです。で、その後主に哺乳類で、後で申し上げますけど、病気との関わりとかがどんどん分かってきて、分野が発展してきたと。で、2016年にですね、大隅先生はノーベル医学生理学賞を受賞されました。まあ、私にとっては最初もう海のものとも山のものとも知れない研究がその大隅先生のノーベル賞に結実してですね、受賞式にも呼んでいただきましたけど、感無量なとこがあります。で、あとここで強調しておきたいのは、最初は全く役に立つか立たないかわからない研究だったという点です。それが後に病気との関わりが分かってきまして、ここにありますように生活習慣病、神経変性疾患、アルツハイマー病などですね、あとがん、感染症、心不全などさまざまな重要な疾患と関わる。で、さらに、寿命と関わる、老化に関わるということが分かってきて分野が大きくなったと。で、まあ、これは私の研究室の成果ですけども、まあ、データの説明はもうしませんけども、オートファジーっていうのは加齢で年を取ると低下する。で、それを活性化してやると寿命が伸びて、かつ加齢性の疾患ですね、この場合はパーキンソン病とかを調べてますけど、そういうものが抑制されるということがつい最近は、これ2019年の成果ですね。で、まあ、さっき北野さんがおっしゃってたような老化に対抗する手段になり得るんじゃないかというところまで来たわけです。で、まあ、これは論文の非引用数って言いまして、その論文がどれだけ引用されたかでランキングが出るんですけども、これ見ていただいたら分かるようにですね、オートファジーの研究っていうのは日本が非常に、もちろん大隅先生のノーベル賞もありますけど、リードしています。例えば個人別に見ると非引用数のトップ4が全部私含めた日本人なんですね。で、このようにオートファジーの研究っていうのは日本が世界をリード、現在でもリードしているような状況なんですけども、一方で特許を見るとですね、もう韓国にも負けていると。もちろんアメリカ、中国には負けています。で、ベンチャーもアメリカではどんどん立ち上がって、ヨーロッパでも立ち上がっているけど、日本には皆無であるという状況でした。で、私は基礎研究ずっとやってきて、それこそ特許も取らずに取れるチャンスはあったんですけど取らずに、それは分野を発展させたいっていう意味もあってですね、わざと取らない面もあったんですけども、やってきたんですけど、結局これいつも日本のパターンで、基礎研究はすごいんだけど社会実装になると遅れを取るっていうのがいつものパターンで、これじゃあさすがに良くないだろうということでベンチャーを作りました、2年前ですけども、ただ普通のベンチャーだと面白くないんで、ここにあるようにですね、こうサイクルエコシステムになっているようなベンチャーにしたいなというのは理想なんですけども、要するに研究から出たシーズを実装して社会実装して、でお金が稼げたらそれでまた基礎研究をするということをぐるぐる回す、いつまでも国に頼って研究をしててもよくないだろうっていうような発想なんですけども、その一方でミッションはですね、そこにありますようにオートファジーの成果を研究成果を通して広く健康長寿に貢献する、つまり先ほど北野さんが言われてたような老化に真正面から取り組むような企業を考えています。でオートファジーはさまざまな食品であるとか、もちろん薬もそうですけど、コスメ、臨床検査、いろんなところに関わりますんで、いろんな企業と共同研究して、オープンイノベーションプラットフォームにしたいなというような、これは目標ですけども、そういうことで会社を作りました。で会社を作った理由のもう一つは、やっぱり大隅先生が始められた役に立つか立たないかわからない研究が実は役に立つんだよっていうのを世間の皆さんに知っていただきたいという面もあります。で作りまして、社長には昔研究していた一堂美和子さんっていう人に来てもらって、あとは第3章割当増資1回目去年やりましたけども、あえて VC は入れずに事業会社さんあるいは個人の投資家の方からいただいたお金で回し始めで共同研究をいろいろとやっているような状態です。で東洋経済さんのベスト100にも取り上げていただきました。あとすでに食品会社とはサプリメントの販売も始めているような状況です。ちょっともう時間だいぶ超過してすいません。最近一般向けの本も出しまして、オートファジーについてもし詳しく知りたい方がいらっしゃいましたらこの本を読んでいただければと思います。すいません、長々と説明してしまいました。ありがとうございます。はい、吉森さんありがとうございます。吉森さんオートファジー研究の世界的権威の一人でいらっしゃいますけれども、先ほど最後にご紹介いただいたようにこちらの「ライフサイエンス」という本も出されて今ベストセラーになってるんですよね。私も読ませていただいたんですけれども、オートファジーだけじゃなくて生命科学の本当に基礎的なところがものすごく分かりやすく解説をされているので、興味を持った方是非読んでみてください。次に永田さん、自己紹介お願いできますでしょうか。はい、永田でございます。じゃあ資料に沿ってお願いします。いや、びっくりしました。吉森先生、会社、成毛さんが出資してるんですね。そうなんですよ。成毛さんから聞きました。永田さんのことも聞いたんですけどね。あ、びっくりしました。そうなんですね。はい、いや、わかりました。私、じゃあ次のページお願いします。2007年大学卒業して一番最初に入ったのが今言った成毛さんがやってたプライベートエクイティファンドのインスパイアという会社です。そこにいるときにユーグルナって会社にもう本当にドシードの時に投資をして、でそのままユーグルナに移籍したという歴史があります。で多分日本の中で大学発ベンチャーで一部上場まで行った会社は、限りなく少なくて、かつ今投資家サイドにもいるっていうのは日本では僕しかいなくてですね、それでいろんな活動の公職もやっているというのが今の現状かなと思います。今リアルテックファンドというファンドの代表とユーグレナのCEO をやっています。次お願いします。でユーグレナなんですけども、オートファジーもとても絡む領域をやってまして、微細藻類、オートファジーを使って微細藻類に特定物質を蓄えるということもありまして、逆もあるんですけれども、ミドリムシの会社ですと。で、ポイントは、東大発ベンチャーとしては初めての一部上場企業なんですけれども、日本の中ではですね、ユーグレナこのミドリムシの基礎研究は40年以上されていて、それをですね、商業化できなかったというプロセスの中で、私たちがそこをですね、歴史上のさまざまな研究成果を引っ提げて、各大学の先生たちと連携して起業したというのが今から15年前です。当時、私も25歳、社長の出雲も27歳とかで、25歳ですね、でスタートしている会社、本当に若いメンバーでスタートしました。よって、今、さまざまな環境がっていう話もあるんですけど、自分たちにとっては何の環境もなかったところからスタートしたのかなと思っています。で、一つ一つ売り上げも積み重ねてきてですね、ミドリムシで、食品や化粧品を売ること、そして今、グローバル展開もスタートできているんですけども、これは我々としてはいわゆるヤクルトさんとか味の素さんを非常にイメージしている、マイクロオーガニズムで世界の健康を変えるという領域、そしてバイオ燃料の領域を今やっていて、今、日本中に今どんどんバイオ燃料の供給先が広がっているという状況です。次お願いします。で、そういう中でリアルテックファンドっていうファンドを作ったんですけど、単純に言うと怒りからスタートしているファンドで、2005年創業した頃からですね、誰も支援してくれない、それこそ成毛さん以外支援してくれなくて、その頃お金が集まるのはほとんどが、僕たちはチャラテックと呼んでいる、そのスマホゲームとかそういうものばっかりにお金が集まって、そのエネルギーとかそのタンパク質とかフードテックとかをやっている人たちがなんで評価されないんだろうっていう怒りを持ってました。次お願いします。で、その中で僕たちはそのリアルテックファンドというファンドを作りました。で、これは社会や地球や人類の課題解決に資する研究開発型テクノロジーにもっとお金が流れなくちゃいけないという問題意識、もう一つが日本国内でゼロからテックベンチャーを作って成長させたことがある人がほとんど投資側にいないっていうことなんですね。しかも日本は技術立国っていうのを今回テーマになってますけど、ゼロから作った人で生き残ってる人ほとんどいないんですよね。別にもう本田宗一郎も皆さん全員いない中で、やったことがある人がいなさすぎるっていうところで、それをなんとかやろうというのがもともとのテーマになっています。次お願いします。で、その中でテック系が成功するためには、コアテックを持っているところと、その産業に対するバリューチェーン、サプライチェーンを持っている大企業連携が必要であるということで、LP はすべて、投資ファンドではなくて、可能な限り事業会社にして、今現在200億円ぐらいの資金を運用しているファンドになっています。次お願いします。で、僕はもう明言してるんですけど、お金集めるときにお金増やして返しませんって言っていて、異常なファンドですと。だから何をやってるかというと、大学のシーズから00からやるというふうに決めていて、誰も手を出さない、その POC すら終わっていない領域から投資をして、最大13年付き合っていくということを決めています。とにかく、社会の中に必要な機能として自分たちを作り上げようということを頑張っているわけです。この画面の向こうにいたら、一言申し上げたいですが、これ民間がやる仕事じゃないですよ、マジで。ですけど、一歩でも先に進んだテックベンチャーとしてやるべきことを社会的責任としてやっているという状況です。次お願いします。で、実際ですね、5年間投資してきて面白かったのが、右下なんですけど、今回オイストっていうこともありますが、とにかくね、地方なんですよ、テックは。で、優秀な先生たちはほとんど東京以外の国立大学に内存していて、でもそこにその技術を表に出していく環境が整っていないということは明確に自分たちの活動の中でも見えてきました。これを今徹底してやっているというところです。次お願いします。で、これまで100社以上のですね、大企業との連携を作ってきて、成功の秘訣もだいぶ分かってきましたと。で、その中でこの知というものを、経験というものを拡大していきたいというふうに考えています。最後です。お願いします。やってる中で、僕たち別になんか日本のためにやってるわけじゃないよねと、地球の課題を解決したいというふうにやってるよねという中で、最近はグローバルに展開をしていて、グローバルファンドも今新しくレイズをして、これも運用がスタートしています。で、特に東南アジアが面白いと思ってまして、やっぱりその、社会におけるそのディープイシューの度合いが日本よりもとてもディープで、それがゆえにですね、アントレプレナーシップが日本よりも高いというところで、技術シーズを、日本の技術シーズかける、特に今発展をしている途中の国のディープイシュー、それとそこにいるアントレプレナーシップを掛け算するということを目標にしたアジアを中心としたグローバルファンドを今始めているということです。今、ユーグレナとリアルテック二足のわらじでやっております。以上です。ありがとうございます。永田さんは、日本では珍しい科学技術投資専門のベンチャーキャピタルを立ち上げたというご経験、お話しいただきましたけれども、アカデミックと企業の接続、あるいはシーズンを持つスタートアップへの投資がどうあるべきかというところを、後ほどまた詳しく伺っていければと思っています。はい、次に、馬場さん、自己紹介をお願いできますでしょうか。すみません、馬場と言います。聞こえますか？資料を用意してないんで、短めに、私は今年の目標は、話短くと、この話をよく聞こうということで、今日は永田さんと吉森先生の話がすごいんで、聞くのは楽しみということです。とはいえ、その聞いてる方が誰やお前っていうのもあるかもしれないので、パナソニックでは今、環境エネルギーを担当してまして、それこそ中央研究所的なその新しい技術、その太陽光ペロブスカイトとか水素の新しい電解質とか、そういう先端技術ものからそれを製品化して市場に出してというそのデスバレー的な、一連のプロセス、あるいは気候変動は今永田さんが言われたように、その普通の市場経済で価値が認められて対価を回収できるというモデルとはなかなかそぐわないので、だからといってベンチャーキャピタルが投じてくれるかというとそうでもない。そうした時に、サステナビリティの、いろんな経営とかファイナンスとかっていうのは、少し従来型のビジネスモデルやドメインとは違ったテクニックも必要だったりするんで、そういうのはエンドとエンドで全般的に薄く広くっていうんですかね、やってます。私はこの領域のドメインにものすごい詳しいですという経験ではなくてですね、薄く広くいろんなことに携わってたんで、その価値連鎖のプロセスを再設計して、きちっと一個一個のドメインのエキスパートがやってることが全体の総和の価値としてつなぐような支援っていうのをやっているというようなところだったりします。はい、以上です。こんなところで。はい、ありがとうございます。馬場さんはグローバル企業の中でオープンイノベーションに取り組んでこられた方ですので、今日は新たな事業、あるいは産業というのがどういう発想、プレイヤー、あるいは環境によって起こるのかといったところも幅広い知見をもとにお話しいただけるのではないかと楽しみにしております。ではまずですね、最初のテーマなんですけれども、先ほど吉森さんの自己紹介の中でもオートファジー研究っていうのが役に立つとか立たないとか、そういう発想とは全く違うところから、まさにキュリオシティ、知的好奇心から始まったというようなお話があったかと思うんですけれども、実は昨日のデイ1の議論の中でも、科学の一番の原動力、科学者の原動力というのは知的好奇心だというお話が出ました。一つキーワードだったかと思うんですけれども、やはり科学というのは知的好奇心が最大の原動力として発展してきたと、今もしていると思うんですけれども、ビジネスの場合というのは必ずしもキュリオシティドリブンではないのかな、キュリオシティドリブンの場合もあるかと思いますが、先ほどそうです、永田さんもお話しいただいたように、そのディープイッシュというのがまずあってっていうところもあると思うんですけれども、そのキュリオシティドリブンのサイエンスの研究、ベーシックサイエンスですね、基礎科学の研究とそのビジネスとの間というのはやはり橋渡しが必要な気がするんですが、そこの接続についてどうあるべきかといいますか、今どういう課題があるんでしょうか。日米で全く状況違うと思うんですけれども、そうですね、まず永田さん、ディープイシューも絡めて少しお話しいただけますでしょうか。はい、いやもうだって安高さんが講演されてたんですよね、この会の中では。もう伝説的本があるじゃないですか、イシューから始めようっていう。なのでビジネスは絶対にイシューからなんですよ。で科学は僕はキュリオシティから全てが始まっていていいと思ってるんですね。で、この間を接続するべきことは、2つの大きな要素があると思っていて、まず1つは、成功体験なんだと思っています。で多くのその科学者の人たちはビジネス業界に対して科学に対するリスペクトが足りないと思っているし、理解度リテラシーが足りないと思っている。逆に言えばビジネス側からしてみると、その個人の好奇心や自分の技術を社会実装させることっていう、そのマーケットや社会のイシューとは関係ないところを中心に思考していて、ビジネス的視点が不足しているっていう、お互いがそう見合ってるっていうのが、まず一つの大きなポイントになってると思うんですね。で、それを乗り越える方法は2つあると思っていて、で1つが成功体験なんですね。なので文科省の中ではやっぱりあまり語られないことですけど、テックを中心にサイエンスを中心にビジネスを運用した方が絶対にビジネスは成功するんですよ。でそのためには科学者に対するリスペクトや理解度を上げなくちゃいけないってことの成功体験がまずビジネス側で起こっていくことが必要で、だから僕はリアルテックファンドでしこたま結果的に儲けさせてやろうと思ってるんですよ、投資家たちを。そこにスタートラインとしてその科学に対する情熱や好奇心や愛情がなかったとしても、人々って別の軸からスタートすることはあると思っていて、そうやって社会における認知を変容させていく必要があるというのにまず一つ思ってますと。でもう一つはやっぱ愛情なんですよね。これもう夕暮れなしは完全にそうで、僕はもう夕暮れの研究員たちに死ぬほど研究費使わせてあげたくてビジネス頑張ってるんですよ。本当にパナソニックと比べればか細いベンチャーですけど、それでも年間10億円の研究費を使っていて、これを捻出するために一生懸命ビジネスやってて、それってとにかくキュリオシティベースの研究者に資金を渡し続けることが成功なんだって知っているし、彼らをそうしたいって考えている相互愛のある組織だから成り立ってるんだと思っていて、この2点のいずれかをやっぱり実装していかないといかんのじゃないかなというふうには思っています。はい、ちょっと一旦そんな感じです。はい、ありがとうございます。利益をまた研究 R&D の方に循環させるというのは、最初の北野さんのご講演のエコシステムというところにも通じてくるお話かなと思うんですけれども、吉森さんも長期的にはそういうところを目指して起業されたというお話でしたよね。そうですね。はい。はい、もちろん日本の場合は研究費っていうのはほとんどが国から出ているわけですけども、国のその時々の政策もありますし、今後もね、基礎研究は国からの支援が中心にはなるとは思うんですけど、例えば大学のもう経営自体もですね、少子化を迎えて厳しくなっていくっていうこともありますし、あと自由度を確保するためにもできたらある程度は自分らで稼いで研究するっていうのが理想かな、理想論なんですけどもね。でもそういうことを試してみたいっていうことがありますね。はい、でさっきの永田さんの話聞いてて思ったんですけど、だから私なんかはもう完全にキュリオシティドリブンだけで、もう40年ぐらい研究してるんですけども、それだけでやってきた人間で。工学部や医学部出身だとまた違うんでしょうけども、私理学部の生物出たっていうせいもあるかもしれないんですけど、そういうとにかく細胞の謎を解きたいっていう、その一心でやってきたんですけど、一方でなんていうんですか、新しいもん好きな性格なもんですから、例えば50歳になってからマラソン始めたりですねで、それからこのベンチャーも60歳過ぎてからやったんで、もうほとんど年寄りの冷や水みたいに思われてるかもしれないんですけど、私にとってはいつもなんか新しいことにチャレンジしたいということがあったんで始めたんですけども、でもやっぱりさっきから話になっているようなその溝は大きいんですよね。社会実装っていうところで、日本は特にそれがすごく大きいと思いますね。なるほど。はい、まだその日本で成功体験が圧倒的に少ないということも影響しているのではないかなと思うんですが、そのあたり馬場さんいかがでしょうか。アメリカの状況というのは多分日本と全然違って、むしろ成功体験がたくさんあって、その辺の共通認識はもう全然違うんでしょうか。違うでしょうね。違うからって言って違うよねとかって言っててもいつまでもつかないところありますけど、でも知ること大事なんで、層の厚さっていうか、今私はそのシリコンバレーにですけども、その成功者たちや支援とか、そのどこで、そのスタックするかとか、どの経営チームだとうまくいくかあなたはじゃあすっごいキュリオシティでものすごい情熱があっていろんな失敗にぶつかってももうとにかく最後までやり抜く力がある。でもそこからコマーシャルに成功するためのピボットにはこういう人がこのタイミングで必要だとかって、まあ、そういうチーミングも含めていろんなハンズオンでの、支援っていうのがやる、まあ、エコシステムがやっぱり生態系がすごいリッチですよね。それはまあすごいなと思います。国としてとか地域としてとかどういう形で作るでもいいと思うんです。会社の中でそういう分業体制、愛情とかね、そういう本当に分業体制をきちっと作れればそれでいいし、そうじゃなくて企業と企業、あるいは大学と企業、あるいは政府とで地域と、あるいはフィールド、うちの地域だったらどんなにPOC実験してもらっても構わないよというところも含めていろんなそのエコシステムがその成功の要因だし、失敗しても寛容だっていうのはやっぱりよく言われるところですよね。それはまあすごい違うなと思うし、あと永田さんが言われた成功体験とかって一つはそういう事業の成功体験とかファイナンシャルな成功体験だけじゃなくて本当になんつうんでしょうね、サイエンスがきちっとより高い確率、再現性高く儲かるのだ、成功しやすいのはサイエンスベースでやることなんだということの成功体験ということをおっしゃったと思うんだけど、これもね特にサイエンスのこうなんていうんですかね、さっきのチャラテックって僕すごい好きなので、すごいいいと思うんですけど、チャラテックでさえすごいサイエンスベースなんですよね。でさえって言ったらあれですけど、ナチュラルサイエンスとかはさておき、そのソーシャルサイエンスとか、心理学しかり、いろんなエコノミストみたいなのしかり、すごくサイエンスティストがいっぱい入ってビジネスをやってる。でいろんなチャラいテック的なアプリもベースとしてきちっとサイエンス的な裏付けでそれを具体的なエンジニアリングしてビジネスで展開している。そういうのはすごい感じるなと。シリコンバレーだけじゃなくて、特にこの数ヶ月はサイエンスって言葉がやっぱり国全体のキーワードになってるって印象がありますね。つまりコロナの COVID の件で政権が交代してサイエンスをやファクトあるいはデータを軽視してた時代からかなりその選挙戦でも、今のバイデン大統領はサイエンスサイエンスサイエンスでデータデータファクトファクトでかなりサイエンスベースなホワイトハウスを作っていこうっていうのが、この数ヶ月盛んにどのニュース見てもサイエンスサイエンスサイエンスなんで、やっぱりこっちの方がいろんな成功確率高いよねということが認知としてはできつつあるのかなっていう気がしますし、はい、今サイエンスという言葉の中にそれが自然科学だけではなくて人文科学的な専門家もたくさん入っているという話がとても印象的だったんですけれども、日本もですね科学技術基本法が今年4月に改正法が名前も変わって科学技術イノベーション基本法という形で施行されますけれども、そこで新たにその法律の対象として自然科学だけではなくて人文社会学系の学問も入るということになったわけですが、そのあたりのこう潮流というのは馬場さんどうご覧になってますか？いやすごい興味深くて、僕普段、そうですね、もちろんそのコロナ前は毎月日本の会議とかで帰ったりして日本のニュースも当然すごく読みますし、日本のなんていうんでしょう、マネジメント業務もやってますんでかなり日本の情報が入っているつもりなんですけど、基本法改正20何年ぶりっていうやつはすごく目に留まって、早速社内のブログで全社員向けにボーンと基本法改定のことを書きました。でそんな毎日毎日とか毎週1回ブログを書くわけじゃないんですけど、多分2ヶ月ぶりぐらいにもっとぶりぐらいに発信したものが科学技術のところで、やっぱりパナソニックに入社して感じたのはこれ日本全般なんだと思うんですけど、自然科学に非常に偏りすぎてる。で自然科学は自然科学で自然科学同士の交わり合いも非常に大事ですよね。先ほどの生命科学とか、ケミカルにしろフィジックスにしろいろんな交わりが今後必要、あるいはマテリアルインフォマティクスみたいな情報科学コンピュータサイエンス、それはそれで必要でしょうけど、やっぱりそのさっきの、心理学とか、政治学にしろ、政治学科学かって言ったらあれですけども、この経済学にしろ、いろんなものがきちっとした科学として、つまり再現性が高く普遍的な、セオリーとして説明できるもの、これがやっぱりちゃんとしてますよね。でそれで法律できちっとその、メディアも含めてああやって自然科学だけじゃなくて社会科学人文科学も含めて科学政策として位置づけるという情報が踊ったのはすごく珍しくメディア最高と思いましたけどね。どうやってこう企業の順位で変わってきたか分かりませんけど、その直後にあったCTO 会議って全社のテクノロジーコミュニティでも私その話しまして、やっぱり我々の議論がそのどこか重心がどこかに偏っているものを少し補正して本質的な意味のその成功確率をあるいは成功体験を上げるなりしていく必要があるっていう話はしましたんで、エポックメイクなすごいいい変更だったと思いますね。やった方はすごい念願だったんだと思うんですけど、はい、今のお話おそらくそのディープイシューを設定、というディープイシューが何かというのを見出す時であるとか、それをこう深めていく時にもつながってくるお話かなと思ったんですけれども、永田さんいかがでしょうか。このセッションが始まる前に馬場さんに僕は、オイストってどうですかっていう問いに対して熱弁をしてたのがまさにこの内容なんですよ。オイストがすごいかったいかに最高なのかっていうのはその文系や理系という概念がなく、はい、その人文科学、特に自然科学の中でも学部という概念なしに、その情報においても人的交流においても物理的な壁自体もないっていう状況は日本の中では非常にレアで、 そうですね、それがオイストの素晴らしさなんだっていうのを一生懸命この始まる前に2人で Zoom の待合室で僕は一生懸命力説してたんですけど、そうだったんですね。お聞きしたかったですね。そのでまさにそれは、キュリオシティの観点でもそうじゃないですか。だって普通に考えてその自分の学科以外のことも興味持って当たり前だしっていうのはまず一つあるし、現代における何かのイシューを解決しようとしたときにここが大体その大学発電者がうまくいかなくなる最大の要因なんですけど、その大学発電者がうまくいかないパターンってイシューに対して技術をぶつけるんじゃなくて自分の技術のぶつけ先を考えるわけですね。技術がまずありきなんですね。それは僕間違ってないんですよ。だから10年20年継続してやれるってこともあるんですよ。はい、なんですけど、例えば僕たちがバイオ燃料やってますと。でバイオ燃料に関しては明日緑虫じゃなくて緑くんっていう違う藻類の方がよりベターだってなったらやっぱりそれを選択するし、社会構造上は木質バイオマスの方が正しいっていうふうに結論づいたらそれを選択するのがビジネスでありイシューに対するソリューションなんですね。なんだけど僕たち今研究を2つに分けてるんですよ。それは絶対やらなくちゃいけない。なぜかというと僕たちは株式会社だしビジネスを突き進めて社会課題を解決しなくちゃいけないから。だけどミドルムシの研究は一生やめないって決めてるんですよ。なぜかというとやめなければ勝てるから、そしてやめないことが僕たちの価値だからっていうふうに信じて、その情熱と冷静のバランスを持ちながらどうイシューとキュリオシティを会社の中にこう融合させていくのかっていうのは常に重要なテーマだなと思っています。で今当然我々、ガバナンスを高めるために社外役員がほとんどなんですね。7割社外役員なんですけど、そうなるとこの研究ってなんでやってんのみたいな議論ってやっぱ起こったりするんですよね。でもそれもそのやめてはならないんだ、なぜならっていう先には実は科学があって、さっき馬場さんがおっしゃったようにサイエンスっていうのは再現性なので過去に学びがあるはずだし、それの延長線上に自分たちがあるんだとすると、その君たちが見えないもの、見えないからやめるっていうのははっきり言って大きく間違ってる。なので経営というのは将棋ではなくて囲碁なんだ、つまり3手詰め5手詰め7手詰めが説明できないでやらないことではなくて、もっと空間的にそのやっていかなくちゃいけないことがあるっていうふうに考えているので、私たちが続けなくちゃいけないと思っている基礎研究っていうものはそういう延長線上に期待値があるってことをイメージしつつ、そこのドライバーをキュリオシティとして維持するってことだと思っていますね。なのでビジネスサイドはしっかりとそのイシューに対する複合的なサイエンスで立ち臨むっていう姿勢がとても重要だというふうには思っています。なるほど。すごく示唆にともお話だったかと思うんですが、今まさにそのスタートアップを立ち上げたばかりの吉森さん、どのようにお聞きになられましたか。はい、もう今勉強真っ最中っていう感じで、年寄りですけど企業に関しては完全に素人なんで今のお話は特に興味深く聞きました。っていうのはね、私はやっぱりそのオートファジーの研究したいんですよね。でまあ、残り何年生きられるか知りませんけども、まあ、寿命、さっきの北野さんの話150ぐらいまでいけんだったらもう一仕事できるかなと思ってるんですけど、まあ、オートファジーは捨てたくない。で一方でそのイシューという面ではやっぱり老化なんですよね。その老化に対抗するっていうことをやりたいので、その時はまあオートファジーから離れてももちろんいいわけです。ただまあオートファジーを軸にはやっていこうと思ってますけども、まあ、長田さんがおっしゃったようなことはだからなんとなくは考えてたんですけど、今言っていただいてはっきりしました。我が社の方針がじゃあファンド関係なくいろいろ一緒にやりましょう、ぜひ。はいはい、いや実はリアルテックさんにはもういろいろとご相談してるところです。はい、リアルテックだけじゃなくてユーグレナもそうですし、生命科学領域でやれることなんか何でもあると思いますし、なんか、はい、僕そのなんていうんですか、イシューっていう話とビジネスとキュリオシティって話が混ざったときに僕一番理想的だなと思うのは、なんかパイの取り合いではなくて、そのお互いがお互いを積み重ね合う関係性の方がいいんだと思ってるんですよね。だから僕例えばデータサイエンスの会社の役員とかもやってるんですけど、その時に役員報酬くださいって言わないんですよね。その代わりその地と地を交換しましょうって話をしていて、もうなんか多分ね、お金ってこの世で一番コモディティ化していくので価値がなくなるんですよね。それよりはその論文化されてない地の方がはるかに価値が高くて、どのようにそれを有機的にお互いつなぎ合うかってことの方がこれからの時代のそのビジネスにおいても科学においても重要だと思っているので、なのでなんかこういう時になんか一緒になんかやりましょうって言った言葉の次の発想が、あ、俺って出身の話なのかなっていうところじゃないところに至る当たり前の社会になるとより面白くなるなと思っています。いや、その通りだと思います、ね。はい、はい、吉村先生、僕ちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、さっきのキュリオシティは、もうその、まあ、そうやって始まってどんぐらい経ってそのイシューとしての老化みたいなのにつながったんですか？20年経っちゃったりとかいろいろいて、そこまで、うん、はい、オートファジーの研究を始めてね、もう25年経つんですけど、その社会実装とか意識し始めたのはもう数年前ですね、うん、それまで全くそういうことは考えずにやってきて、でそれこそ成毛さんとかまあサイエンス以外の世界の人と知り合うようになって、で刺激を受けたっていうのが、本当のところなんで、で、まあ、実際にそのデータとしても出始めたのがここ数年なんですね。最初にお話したね、老化の研究、我々の研究なんですけど、これなんかもう2年前ですから、まあ本当に新しいところです。で、まあ、実際に社会実装が見えてきたっていうところと、まあ、私の起業っていうのが、まあ、重なってる感じなんで、まあ、なんかある意味は突然始めたことにはなるんですけども、あとはね、そのまあ、海外の学会とかにもよく、まあ、今コロナで行けないんですけども、前はまあ年間10回ぐらいは海外出てたんですけど、そのやっぱりアメリカでそのオートファジーの基礎の学会で、まあ、声かけられて、まあ、相手でサイエンティストだと思って喋ってたら、大きなベンチャーキャピタルの社長さんで、で彼は非常にオートファジーのことを勉強してきてて、まあ、サイエンスの話をしたんですね。で、まあ、最後にVC だっていうことを聞いて、で結局彼ら作ったんですね、ベンチャーをね。その後そのオートファジーに特化したベンチャーを作って、で、まあ、私も誘われたんで、で、まあ、その時はね、まだ自分で起業することは考えてなかったんで、まあ言ってもいいかなぐらいでっていうのは、向こうはもう全部お膳立てができてて、サイエンティストがその雑用をやる必要がない。でそのベンチャーにもですね、私の知り合いのアメリカの教授らがもう何人も参加しましたし、うん、そこら辺が日本との大きな違いかなと。で日本もね、今どんどん状況は変わりつつあって、私も大学のサポートをだいぶ受けられるようなたんですけど、以前はそんなの全然なかったですし、そもそもその基礎研究者がその仮に起業しようと思ってもどうしていいかさえもう誰も教えてくれない、勝手にやるよみたいな状況が長かったんでね、今まあ変わりつつはありますけど、まだまだアメリカには追いついてないですかね。私が起業する前にある日本の大きな VC から人が来てまあ、出資してくれるっていう話をしに来てくれたんですけど、まず言われたのは「あんた何研究してんのか言ってみろ」って言われて、でまあだからアメリカとの大きな違いをその時は感じましたね。もちろんまあそういう VC ばっかりじゃ日本もないんだろうとは思いますし、リアルテックパンドさんなんかは全然違うとは思うんですけどもね。でも日本の状況をちょっと象徴してるかなと思いましたね。はい、非常に興味深いようなエピソードなんですけれども、日本の方がオートファジー研究はもうずっと最初に発祥の地でもあるし、ずっとアドバンテージがあったわけですよね。だけれども産業化というところに目をつけたのはアメリカの方が最初だった。で実際にスタートアップができたのもアメリカの方が先だったということなんですね。そういうことですね。ちょっとショッキングでもあるんですけれども、なぜ日本の投資家の方は、まあ、今変わってきてるっていうお話もありましたけれども、まあ、全体として見た時にそういうまあサイエンスに対する理解であるとか、まあ、それこそ好奇心であるとかリサーチっていうところが足りてないんでしょうか。永田さんはどう思われますか。まあまず絶対に言っちゃいけない言葉があって、多分先生食らったことあると思うんですけど、私文系のものでって枕言葉で使うなんか謎の人種がいるんですけど別にスポーツ見るときに私スポーツマンじゃないんでって言わないじゃないですか。なんでね、80% の理解を持ってリスペクトを示すってことがとても大切だと思うんですけど、まあ、でそれで言うとですね、まずベンチャーキャピタルにおける最大の課題点は何かというと、欧米に比べて、リターンに対する要求水準が低いとまず思っています。で、じゃあ要求水準が低いと何が起こるかっていうと、投資金額が小さくて、短期にそれなりのリターンを返せばいいっていうのがまあ一つのテーマになると思うんですよね。そうなると、その1億2000万人いる日本のマーケットの中で早期に IPO できて売上10億でもリターンが出るっていうビジネスっていうところに僕はどんどん偏るのはまあ、そういう構造かなと思うんですよ。でそれがアメリカの場合でいうと英語圏でウェブサービスにもマーケット自体がグローバルでめちゃくちゃ大きかったりするわけですので、基本的なリターン発想が非常にその思想が高いんだと思うんですね。で本来日本がグローバルで戦って巨大なマーケットを取っていくっていうリターンを得ようとすると、僕はテクノロジーがありえないと思うんですよ。日本から僕は Google が生まれるとはこれっぽっちも思ってないですけど、ファナックの2号が生まれるとか、その三井化学の縮小版が生まれるとかっていう可能性はまだ全然残ってると思っていて、なのでまず投資家の中にリターン設計が強く定められて、その勝ち筋がテクノロジー領域なのであるということの、なんていうんですか、リテラシーがまだ備わってないと思っています。で、2つ目がやはりさっき言った、僕はその文系理系発想的な文化が日本は強すぎると思っていて、で僕は学部はそれこそ大学でいうと文系学部と呼ばれる学部だと思いますけど、なんで、リアルテックファンドのメンバーって自分以外全員ドクターかマスターのメンバーばっかりなんですね。で、各自分たちの領域を持ってるんですけど、でも自分が投資し決定、最後重要なところになるわけですが、全ての技術領域の、まあ、とことん論文も読み込みますし、その自分がバカでわからないから理系だと思ってる理系じゃないわけじゃないんです。学びたい分野があったからそこをやってただけで、いろんなものを80点にキャッチアップする努力っていうのはやるべきだし、やってると思ってるっていうのがあると思っています。でそこが前提としてまあ、常識的に共通化できてないっていうのがあると思います。で最後なんですけど、多分みんなメルカリだと分かりやすくて、オートファージだと分かりにくいってなっちゃうと思うんですよね。でもメルカリのサーバーサイドでどんなことが行われてるかって多分ほとんどの人知らないじゃないですか。つまりエンジニアがどれだけすごいことやってるか知らないけど、コンシューマーと接するサービスのところで理解してるだけなんですよね。で、実はリアルテックでもやってることって、オートファジーやいわゆるテクノロジー側も同じ観点を持ったらいいんじゃないかと思っていて、オートファジーを深く理解するんじゃなくて、オートファジーという、まあ、オートファジー領域のサイエンスが社会実装されたらどんなことが起こるのかっていうことを想起させる方にその思考を振っていくと、なんだそういうことなんだ。だから超ひも理論一生懸命研究してますじゃなくて、この先にはどこでもドアが待ってますっていうと、その多くの人が多分理解が進むんだと思うんですね。で、日本の研究者はそれがちょっと嫌な人多いんですよ。なんかお前らがこっち側にリテラシー上げてこいって思いすぎてる人もいると思っていて、そこの真ん中をやっぱりね、きちんと追っていく必要はあるんじゃないかなと思ってます。すごいわかりますね。馬場さん、何かコメントいただけますか？いや、ごめん。本当にその通りだと思って、その通りすぎてって聞いてました。やっぱりそのシンプリファイしたり、マーケットや一周からユーザーから入って翻訳をしようとこっちも努めるんですけど、そうするとまたこのね、すっごい技術が来て、こいつらなんとか翻訳せんとあかんと思って、そっちの用語も学ばないと翻訳できないから、まあ、だんだんこう歩み寄りながらね、やって、まあ、そうやって変わっていくといいよなと思いますよね。そうやって永田さんみたいな人が入ったり、吉村先生みたいな好奇心、まあ、いろんなそのビジネスのとか出口、まあ、ごめんなさい、出口ってことは本当は大嫌いなんですけども、それが発想してるからこう出口ってこう行くんですけども、ごめんなさい、自分も使っちゃいましたけども、マーケットとの接点を持ってる方であればいいと思うんですけどね。さっきの吉村先生がアメリカのイベント、学会でそのベンチャーキャピタルの人がこう出てきて、サイエンティストかと思ったら違かったっていう話ありましたけど、それ聞いて思い出したのが、昔前職でヨーロッパの会社に行った時に、日本の国プロで安心バジャパンプロジェクトっていう介護とか、まあ、地域コミュニティのまあ、そういうプロジェクトやってたんですよね。その時に、まあ、ネットワークパーティーみたいなパーティーっていうかあるじゃないですか、その懇親会。そういう時にそこに国プロに参画したその皆さんはみんなその研究所の人なんですよね、企業は。で、大学だったらまあそういう学部なんとかさ、でアカデミアと企業であれば R&D の人で、私その時自分の名刺は事業部長かなんかだったんです。で、そうしたらすごい、それで何年前かというと、ちょうど民主党と自民党とって政権交代して安心ジャパンプロジェクトがなくなったんで、事業仕分けの時、あの頃なんですけど、お前ビジネスやりにここ来てんのかみたいなことを露骨に言われて、もうちょっと丁寧でしたけど、その R&D なのにお前はその事業の人間だと。で、そういう崇高なビジョンでこのプロジェクトやってるのに、ここで、まあ、外資系だったし、それね、すごく違和感があって、当時さすがにその政権交代したりした頃なんで、政府は全然そんなこと考えてなくて、金の切れ目は円の切れ目の国プロや補助金をどうやって民間企業の持続性サクセナブルな解決能力、企業の解決能力でその社会の課題を解決するか、それを3年とか5年国の税金でインキュベーションすることはあっても、最終的には企業がこれ儲かる、自分で投資するって言ってリードしてもらわないと、基本的にはそこで国の金が切れたら事業が継続しないからってことをすごく当時大臣言われてたんですよね。でも当時のアカデミアやビジネスっていうのは、そういうなんていうんでしょうね、マーケットドリブンの人たちを受け付けないカルチャーだったっていうのを、なんか今の話を聞いて思い出して、まあ、ちょっと10年も経てば変わってるのかなって感じがしますけどね。アカデミアと産業界と、まあ、両方がある意味歩み寄って共通言語を持ってコミュニケーションしていく必要性がもっともっとあるっていうことですかね。そこがさっきの自然科学と人文科学とみたいな、はい、そのマルチディスプリナリーのところもそうだし、いわゆる何でしょう、デザイナーとかエンジニアとビジネスとか、ソフトウェアとハードウェア、フロントエンドバックエンドとか、いろんな組み合わせで新しいことが生まれてるというのって、まあ、言った時にやっぱりアーリーなサイエンスがあって、そこからエンジニアリング実装があって、その社会実装があって、でコマーシャルスケールがあってみたいな、こういうパネル、こういう話とは違くって、ぐっと割と最初にあるから、ポコーンとじゃあさっきの吉村先生の例で言ったら、イシューとしての、老化とかってことにポコーンと自分の研究が役立ってるんじゃないかと紐ついて、そこからステージが変わるとか、まあ、そういうところだったりするじゃないですか。それはやっぱり混ぜ合わせっていうのは大事だと思いますけどね。なるほど。なんか北野さんのお話もそうだったんですけれども、50年とか、数十年とかのすごく長期的なスパンでエコシステムを作るとか、こうしていきたいというビジョンを作る必要があって、そのためには今の馬場さんのお話のようにいろいろな分野の人が、いろいろな専門性を持つ人がこう一堂に会して議論をするとか、日常的にコミュニケーションをしていくとか、そういう場も作っていく必要があるのかなと思いましたし、はい、まさに今オイストもそういう場を作ろうとしているのかなというふうにも思います。うんうん、はい。ですね。はい。そうは言ってもやはりその、投資の捉え方っていうのが、今日投資の話がすごく興味深いお話をいろいろお聞きできてるんですけれども、その投資をどう捉えるかっていうふうに考えたときに、例えば昨日は国がその科学技術への投資というのをなんかコストとして考えてるんじゃないかっていうような印象を持ったんですね。日本の厳しい研究環境を見たときに、コストと考えるとどうしてもコストカットっていう方向につながっていきやすいのかなと思うんですけれども、先ほどの永田さんのお話をお聞きしていても、決してその科学技術投資っていうのはコストではない、コストというふうに捉えたらいけないものであるし、それは決して国レベルではなくて企業レベルでもそうなのかなというふうに感じたんですが、そこは永田さんいかがでしょうか。企業においての投資というのはどういうふうに捉えるべきなんでしょうか。全てにおいてコストにするのもインベストメントにするのも当事者次第だと思うんですよ。なので、そのヒューマンリソースをコストだって表現、固定費だという表現する人もいれば、それはその未来の事業を作るためのインベストメントなんだって表現する人もいれば、これも完全にその経営思想の違いなんですよね。なので僕たちは人が減るときにコストカットできていると思わないし、将来の価値を生むインベストメントリソースが減ったと思うわけですよ。なので、研究開発も全く同様で、それがコストだって言ってる場合においては、何のために研究やってるかの意義が明確に定義されてないんだと思うんですね。で、さっきも言ったより、研究開発の、ドライバーとなる要素は、僕は常にその好奇心なんだと思うんですよ。なので、研究者の人たちに社会的にこんなインパクトがあるからとか、こうやって儲けられるから研究しなさいと言って研究費を渡し続けるというのは、これは多分ね、その内燃機関でいうとエネルギーがなくなっていく状態なんですよね。それはやるべきじゃないんですよ。やっぱりキュリオシティベースで研究が続ける環境を続けなくちゃいけない。だけど、別にそれを準備する側っていうのは二面性を持っててよくて、それを理解した上で長期的な継続をしたときに、それは決して打算的でもよくて、国として企業としてリターンを望める投資なんであるっていうことをちゃんとビジョンやその結果、そしてあとは過去におけるやっぱり成功モデルを認識した上でお金を使い続けるということは必ず必要だというふうに思っています。これはいわゆるお金を捻出する側、予算を作り上げる側のロジックとしてあるべきことだと思っています。で、僕それはもう絶対にある上で、逆に反対側なんですけど、いや好奇心でやってることに金がつかなくて文句言い過ぎるのも俺おかしいんじゃねえかと思ってるんですよ。自分でやりたいことにお金がつかないっていう状況だけを批判するっていうのも僕はおかしいと思ってて、だから絵描きさんが絵が描けないときにキャンパスがね、誰からももらえない、やっぱり働いてキャンパス買わなくちゃいけないということもあると思うんですよね。だからこの、価値観っていうのは両面からやはり意識を持ち続ける必要があるんじゃないかなと思っています。そうですね、そこはなんかとても難しいなというふうにお聞きしていて思っていて、私基礎科学の取材が長いんですけれども、例えば昨日ご登壇いただいた梶田さんもニュートリノの研究、素粒子の研究をずっとされていて、ニュートリノが社会実装できるかって言ったら今できていないし、今後も別に今見通しがあるわけではないというお話をされていて、100年後どうなってるかは全然わからないですけれども、そういったやっぱりその社会一般の人は役に立つ立たないっていうところでどうしても考えてしまいがちなところがあって、そこでどうやってそういった一見ビジネスには結びつかないかもしれないところにどういうふうに国が投資をしていくかって考えた時にどうすればいいんですかね。科学者が説得力を持って語るっていうところが重要なんでしょうか。どうでしょうか。いいですか、うん、もう永田さんの言われたことすごく賛成でね、まあ、私自身ずっと休業してだけでやってきたような人間ですけども、科学ってだから2層になっていて、まず第1層はもう完全にその役に立つか立たないか関係なくやる科学っていうのがもう絶対的にあって、まあ、師匠の大隅先生がよく言われるんですけど、科学は文化であると。その役に立つとか立たないとかと関わらず、その知的好奇心に突き動かされて生産される文化であると、芸術やスポーツと一緒なんだっていうふうに、私もその通りだと思うんですね。でその2層目にはそういう中からもう必ずその大きなイノベーションが生まれてるっていうのは、これはもう歴史的に証明されてる、はい、まあなかなかお役人や政治家の方には分かっていただけない面があるんですけども、もうこれはもう確率的な問題で、だから多くの役に立たないものの中からボンと役に立つものができて、誰にも予想できない、特に生命科学、我々の生命科学だと特に予想できないんで、はい、もうその出す側、国なり企業なりはもうなんていうかばらまくしかないと思うんですね。だけどまあそういう2層があって、でまあ役に立てるもんなら立った方がいいわけですし、それとさっきの朝言ったようにそのね、文化なんだからって言ってふんぞり返って研究者がね、俺らのやってることにまあ黙って金出せよっていうね、いう時代じゃないですよね、はい、もうね。でやっぱりその出す側の理解、特に一般の国民の人のその理解は絶対的に私必要だと思いますし、まあ偉そうなこと言ってますけど、私もそういうことを思い始めたのはだいぶ研究者になってだいぶ経ってからで、最初はどうでもいいやと思ってたんですけど、もう説明しても分かってもらえないしとか思ってたんですけど、まあやっぱりそれじゃいけないと。そういう社会実装の面でもそうですし、文化としての科学を理解してもらう上でも、だから文化なんだったら共有されなければいけないので、科学者の側が伝えなければいけないっていう、まあ私が今回本書いた理由も、はい、それが一番大きい理由なんですけども、やっぱり分かってもらわないと、それは、うん、研究者の側の責務だというふうに思いますね。はい、科学者としても非常に心強いお言葉をいただいたような気がします。実はですね、カウンターが残り3分となってしまいました。視聴者の方ももっとお話を伺いたいところだと思いますし、登壇者の皆様も言い足りないところばかりかと思いますので、最後にこれだけはというお伝えておきたいと思われていることをお一人ずつコメントいただければと思います。では最初に馬場さんお願いしてよろしいでしょうか。これだけはってことはないですけど、っていうか、まあ今その下地先生言われたような好奇心でやってきたとか、役に立つ立たないっていうことを今日この1時間かかってると、でもなんだろうな、ミスリーディングする人がいたとしたら、なんだろうな、役に立たなくてもいいんですじゃなくて、これを役に立たないと思ってたことが役に立つんですというすごく信念があるし、それはヒューマンヒストリーがそうだし、それはもう美術とか音楽によって物の見方が変わった、その革命によって技術が発展した、経済が発展した、人間の暮らしが発展したって、これはもう証明してるので、はい、その物の見方変えようと思ったら、その変わる前であれば役に立たない、意味がないっていうところに対して投資するのが重要だということの、まあ、信念を言われてたんだと思うし、好奇心っていうのはもう好きなことをやらせてくれって、俺はそんなあんたに指図されたくねえとかっていうことを言ってんじゃなくて、やっぱりそういう好奇心がある種そういう発生確率高く、なんだろうな、他人に認められなくても、金が途絶えようとも、その出口が見えない真っ暗でも、好奇心を持っている人はきちっと自活エネルギーで最後までやり遂げられる、うん、そこに対してある時のタイミングで金融っていうエネルギーとかチームというエネルギーを加えることでコマーシャルにサクセスするっていうのはあると思うんですけど、まあやっぱり好奇心とか役に立つ立たないっていうことは極めて大事な単語だなと思ったし、その解釈の仕方っていうのを誤ると、なんだろうな、文化になんて金つけないよとか、そんなもので何も生まないとか言いたがる人たちが企業にはいっぱいいますので、そうじゃなくって、まあ、永田さんのことばっかり言えばこっちの方が儲かるよってことですよね。こっちの方が発生確率高く安全な投資先ですよということだと思うんで、私はその辺はお二人の今日一貫して言われていることには大賛成です。本当にそう思いましたね。はい、以上です。ありがとうございます。続いて吉森さん、お願いできますでしょうか。はい、まあ一言で言うと、その研究者以外の皆さん、その投資家、その企業の皆さんも含めて、あるいは一般の皆さんも含めて、まずその研究者に愛をください。愛情的に愛情をいただけたらっていうのが一番言いたいことで、次は研究者の人もまあ聞いてるかと思うんで、まず先ほどからの議論に出てるようにですね、お金もらって当然だと、こうどっからともなくお金が出てきて、それで研究するのが当たり前だって思っちゃいけないっていうのは、もうやっぱり基礎研究者の皆さんには言いたいですね。はい、それだけです。はい、ありがとうございます。では、永田さん、お願いできますでしょうか。はい、まずそのビジネスサイドはやはり認知の変容、まあ、お二人の話をまとめる話になりますけど、認知の変容が必要で、認知の変容にはそのサイエンス側から考える理想や現実ではないことも全然あっていいんだと思っています。なのでその30年前、システムエンジニアがそのボロボロの服着てやってることと Google の社員ですっていうのはファクトとして同じことをやっていても、認知が変容されるとここまでに人々の見え方は変わる。東工大と MIT、ファクトも同じでも認知が違うとここまでイメージが違うということを考えて、私たちがビジネスサイドに対してやらなくちゃいけない変容があると思っています。それは、サイエンスというのは儲かるんだということをちゃんと認知させることも、実はアカデミア側の僕は仕事なんじゃないかなと思っていますのがビジネスサイドです。で、サイエンスサイドの人にぜひ伝えたいことは、有業になって会社を最初に作ったとき、誰からも本当に応援されなかったし、僕たちは職も全部なくして、とんでもない貧乏生活をしても、そこに自分たちのアントレプレナーシップやキュリオシティがあった。その議論を聞いていると、その自分の責任の範囲を120点にした状態で他責の話ができているのかっていうのはすごく気になっています。エベレストに登りたい、100万円が必要だ。命がけで何があっても、自分の命以外を全て捨てても、その100万を稼いでも僕は山に登りたい。そういうチームだから、僕たち今ここにこうやって登壇させてもらえるような機会がもらえる状況になったんだと思っています。もし自分の研究が社会の中で続けていくときに、資金面や制度的に時代によって濃淡、工程はあるかもしれないけれども、最後そこを持っていくのは自分の信念やパッションや、それこそキュリオシティの本質でしかないんだと思っていて、そこを見つめ直しながら、そこを最大限やっている中で他責の議論がよりできるようになると、私は日本の中においても本質的な議論や推進があるのではないかなと思っています。その姿を見せ続けながら、研究者の人たちにコメントを言うために、自分は今でも事業をやめずに投資という活動をやっている背景があるというところになります。ぜひ一緒にそのキュリオシティを実現する社会を作りたいと思ってますし、その社会を変えるのも自分たちの役割だと思っていますので、一緒に楽しい未来を作れればなと思っています。こちらは以上です。はい、皆様ありがとうございます。以上をもちましてパネルディスカッションを終了とさせていただきます。今日は北野さんのムーンショットのエコシステムというスケールの大きなお話があった後で、パネルディスカッションではサイエンスをビジネスにつなげるにはどうしたらいいか、そのサイエンスへの R&D への投資はどうあるべきか、どういうコミュニケーションが必要なのかといったお話ができました。で、昨日に引き続き好奇心ということがキーワードになったわけですけれども、その中で信念とか愛情といったキーワードも出てきたのがとても印象的でした。改めましてパネリストの皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に最後のお時間を使って、オイストの今日のテーマに沿ったオイストのご紹介をさせていただきます。昨日ご紹介したように、オイストは設立からわずか10年という短期間で世界のトップ10に入るような高い研究力を誇る研究機関に成長しました。今回のフォーラムに先立ち、オイストのピーター・グルース学長にインタビューさせていただいた際に、この研究力をもってどんな未来を描いているんでしょうかと伺ったところ、グルース学長はカルテックのような知の集積地を沖縄に築き上げたいとおっしゃっていました。カルテックは冒頭の北野さんのお話の中でも出てきましたけれども、アメリカのカリフォルニア工科大学の通称ですね、科学と工学の名門校ですけれども、教員の数が300名と比較的少なくて、規模感がオイストの目標とするのにちょうどいいサイズであるということです。知の集積地というのが何を意味するかというと、オイストの周りに新たな産業に関する企業のサテライト施設を作って、そこで新しいプロダクトやサービスを生み出す。そして、ゆくゆくは Google や Facebook のような変革を起こす企業を周囲に作っていきたいというお話でした。すでにオイストでの研究から生まれた特許は150件に上り、15のスタートアップ企業を支援しているそうです。また今後は現在のキャンパスのすぐ隣にイノベーションパークを作って、革新的な企業を受け入れ、オイストの研究者と気軽に意見交換ですとか共同研究ができるシステムを作り、新たな産業を沖縄のために起こしたいということでした。とても大きな構想でお聞きしていて驚いたんですけれども、沖縄のためにというグルース学長の言葉で思い出したんですが、私自身がオイストを訪問させていただいたのが2015年の夏でしたけれども、海外から赴任された研究者の方々が熱心に同様のことをお話しされていたんですね。オイストは沖縄振興予算の一部で設立運営されていまして、設立目的の一つが沖縄の振興と自律的発展に貢献するということだったわけですけれども、それが決してお題目ではなくて、海外から来られた研究者の間でもしっかりミッションとして浸透しているんだなということを感じました。皆様いかがでしたでしょうか。オイストフォーラム2021、明日最終日は3月4日ですね。最終日の3月4日 Day3 では12時よりサイエンス×サステナブルフューチャー SDGs をアップデートせよ、ディープイシューは科学技術が解決するをテーマにお送りいたします。ぜひ引き続きご参加いただければと思います。最後となりますが、ご参加いただいた皆様にアンケートのご協力をお願いいたします。すべての日程終了後ご案内させていただきますので、今後の参考にご意見をお聞かせいただけますと幸いです。またイベントの終了後、本テーマに尽くしたオイストの動画を5分程度流しております。お時間のある方はお楽しみください。本日はオイストフォーラム2021 Day2 サイエンス×ビジネスにご参加いただきまして誠にありがとうございました。明日もどうぞよろしくお願いいたします。